フォーマンスっていうのは注目されてるのかなと思いますね。なるほどね、はい、まあそういった個人個人のパフォーマンスが向上して気持ちにつなげていくというのは今の鹿島にとっては非常に重要な側面かもしれませんね。チームにとっては重要な節目、共に監督の初陣を勝利で飾りたいゲーム、前半の45分がスタートしました。さあどちらがセカンドボール拾うか、岩尾が拾って右に展開、杉森1人かわして中に切り込んでシュート、しかし大きな正面、いやかなり徳島が勢いを持ったゲームの入り方しましたね。直接狙うこともできます。190の町田もターゲットか、ぐっと曲げてきて町田ドンピシャリ高さで叩き込みました。町田浩樹1点先制をしたのは鹿島アントラーズね。ニアサイド入りましたし、そこにタイミングよく町田選手ね勢いを持って入りましたよね。非常に力強いヘディングでした、はい。まあ、クロスの、このセットプレーのキックの質も非常に素晴らしかったですし、入っていくタイミングもね非常に良かったので、ドンピシャでしたね。いや町田としては森保監督への最高のアピールになりましたね、これはね、はい、体勢を崩しながらもきっちりとつないだ三沢、そして上田、おっと福岡との接触、前が空いた、上田自ら仕掛けてシュートまで持っていった、こぼれた。さあこのボール白崎下げてこのシュート、最後土井のシュートは上福本の正面でした。そのこぼれをね、白崎選手が落ち着いて、土井選手にね、ここで笛が吹かれました。前半45分を終了、鹿島アントラーズ先制に成功。今画面捉えています。やはりまずはサッカーの本質といいますか、その戦うところっていうのは、ね、非常に出ていたのかなというふうに思いますね、はい、さあその勢い、スタイルを後半も維持することができるか。45分がスタートしました。ここも囲んで奪いに行く、中で受けて白崎から一発裏のパス、上田、足元を触った、上田のシュート、上福本触りましたかね、ビッグセーブでしたね、ここ2人との関係ですけど、うまく背後を取って、トラップも見事でしたし、最後ね、フィニッシュもね、腰の怪我と、それから足首のね怪我に悩まされまして、離脱を繰り返していたんですが、おっと、これ一発裏に出る、西矢を狙ってきました。今日の中でまた強い鹿島を取り戻そうと多くのサポーターも駆けつけています。さあセットプレー、ぐっと伸びてきて競っていった上田のヘディングでしたが、これはキーパー上福本がっちりと抑えています。徳島に残された時間、中で宮代が受ける、右で浜下が動き出す、その浜下前が空くか、シュートを狙った、こぼれた、小西のシュート、枠の上、うまくね、中央から、鹿島の、ね、守備を切り裂いて崩していきましたし、最後ね、このフィニッシュが、左足だったので少しアウトにかかってうまくねボールを捉え、小林悠希が1人かわして左足で入れていくが、これはレイソルの選手の前、そして今上田さんの長い笛。